スルグトは、ロシア連邦、ハンティマン市自治管区の最大の都市、西シベリア平原の中央部に位置し、帯川に臨む、人口は、約36万590人。スルグトの境界、スルグトは、シベリアでは有数の古い町であり、ロシアツァーリ国のツァーリヒョードル一世の命によって1594年に、町が築かれた。一説によると、スルグトという町の名前は、 ハンティゴのシュールとガツを語源とするという。1950年代から1960年代にかけて付近で油田や天然ガスが発見されて以後急速に発展した。1965年6月25日に都市として登録される。スルグとは石油生成の中心地であり、空港や鉄道駅のほか、帯側に加工などを持つ。 石油や天然ガスのパイプラインがニジネバルトフスクやウレゴイ、ノボシビルスク、ペルミ、チェリャビンスクなどの都市と結んでいる。スルグト市街の北 10km にあるスルグト空港はモスクワ、ドバイ、サンクトペテルブルク、イルクーツクなどとの間に航空路線がある。2011年1月1日、このスルグト空港を離陸するため滑走路を 走行していたモスクワドモジェド母空港域のコラビア348便、ツマイナス154のエンジン1機から出火、爆発する事故が発生した。この事故により3人が死亡し、43人が重軽傷を負った。大陸製の気候であり、欠片の気候区分では艦隊出順気候である。10月中旬から4月初頭まで雪が降る日が多く、6月や9月に降ることもある。 他のシベリアの都市と同様に寒冷な長い冬と比較的高温な短い夏が特徴である。スルグとは夏季四都市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。